けてきましたトイック公開テスト第318回です。で今回の縛り受験ですが、でどうだったのか難易度いきましょう。パワー1は新しく初めて見た単語もあったな。はい、始まりました。もてつチャンネル。さあ、受けてきました。トイック公開テスト第何回か。第318回ですね。はい。2023年3月19日午前の受験になります。まあ、これで4週間で3回の試験が終わりました。はい。こんなにたくさんトイック公開テストがあったのは初めてなので、面白かったというか、トイックたくさん受けたなっていう感じですが、まあ、結局ね、前回の出題ミスに関しては何も声明は出されなかったですよね。はい。やっぱり、もみ消されたというか、何にもなかったです。認めてくれませんでした、出題ミスを。どういう風に結果が出るのか、ちょっとね、心配ですが。はい、今回の試験は、まあ、久しぶりに大学ですね。やっと大学とかでも受けられるようになってきたので、初めてじゃないかな。いわゆる二人掛け、一人掛け、二人掛け、一人掛けってジグザグ方式になって、初めて、まあ、こういう風にコロナ禍でなったんですけど、初めて一人席になった。絶対二人席だったのに、今まで。隣がいなかったことないのに、初めての一人席。って思ってね、椅子が3つなんですよ。椅子が3つあるんだけど真ん中に座るんです。で2人席の人は端に座るんですけど、面白かったのが、僕もだいぶ遅くに行くんですけど、それよりもっと遅い人がいて、でその人が場所分かんなくてここに座ったんですよね。違うからっつって後ろに行ってもらったんですけど、びっくりしたら3人掛けて真ん中に座ってその横に座られたから、ええー、みたいな。まあ学生が多かったですね。まあ時期的なものもあるし、会場のものもあるんですけど、まあ学生が多いと何が起こるかっていうと、そうだから初めて受ける人が多いんで、名前書いてないっていうのがすごく多くて大変でしたね。な、退場が遅くなるっていうので、たくさんいた。やっぱちょっとね、運営の不手際もいろいろあったかな。この問題配り終わった後に時間がしばらくあるんで、その後トイレ行っちゃう人とか出てきて、それを通したらみんなもうもはや言わないでガンガントイレに立っちゃうっていうのが起こって、初めてですね、自分が座っててそれより前のこういる人たちで男性が全員トイレに行った。初めて見たこんな光景、全員行ったわって思って、なかなか面白い回でした。終わった後もね、時差退室って言ってたのにさ、トイレ行きたい人はいいですよみたいに言って、ブワーってみんなトイレ行ってさ、そしたらトイレに行ってる時に OK ですみたいになって、退室 OK ですみたいになって、もう出ていく人とトイレ終わって戻ってくる人がぶつかる状況になっちゃって、めちゃめちゃ超絶密になってましたよ。はい、ダメなんじゃないんですか、トイック密は。トイレ行った人たちがその後エレベーターでも帰れないみたいなね、のになってましたが。はい。で、今回の縛り受験ですか、縛りはまずシャーペンですね。普段鉛筆ですけど、今回はシャーペンの方が時間かかるんで、はい、それを貸しましたし、あと朝ごはんを食べました。逆にいつもは朝ごはん食べないですね。で、朝ごはん抜いてくださいみたいなのが来てて、いやいやいつも抜いてるよって思ってたんですけど、逆に食べると私は調子がすごく悪くなるので、まあこれ子供の時からそうなんで、逆に貸しました。やっぱり気持ち悪っていう中ってなりながら受験することになりました。あ、ちなみにそのね、みんなが立ってトイレ行った時に私はトイレ行かないで、リスニングが終わってからトイレに行きました。時差退出するって言ったから、これ取りといた方がいいやと思って行ったんですけど、ね、だから気持ち悪いのと、まあ朝ごはん食べるために早く起きたんで、眠さもすごかったですね。いつもギリギリまで出ていくんですけど。で、いつもながらに、パート1と2はもう最後の選択肢聞く前にもう塗りましたね、全部ね。で、どうだったのか、難易度いきましょう。パワー1は、まあ普通ですね。そんな難しい表現はなかったかな。まあただ、トイック受け慣れてないと、こんな表現あるのみたいなね。何これみたいなのはあったと思います。まあ消去法をきちんと使えるかっていうのがやっぱ大事ですね。で、続いてパート2は、まあ普通かな。いつもより変化球がそんなに難しくなかったと思いますね。すんなり解ける問題が多かった印象です。ただ、僕はほら C 聞く前に C 塗るから、だからね、2個目の列、パート2の2個目の列が半分 C だったんで、めんどくさかった。最後聞く前に判断するから、ってなりながら、出てないな。出てない。出てないってやるんでね。まあでも全問できたと思いますね、ワン、ツーは。で、パート3は、ややなんかな、いきなり難しい場面が出てきましたね。やはり普通だと想像できないようなもの。ただ、日本で英語勉強してきただけだと、これ何の場面ってなってしまうのがあるって感じですね。で、パート4は普通にしておきますけど、これも同じです。やっぱ場面が浮かばない人が出てくるだろうなって思いました。新しく初めて見た単語もあったな。多分、ね、意味はわかるんだよ。
単語を分ければこういう意味なんだろうなって思って、ああやっぱりね、ちょっと初めて見た単語がありました。正解にはなってなかったですけど、また、その問題はちなみにまた同じパターンで正解を出してましたね。はい、前回かな、前回も間違えたっていうか人が多かったんですけど、同じ単語がヒントになって同じ答えでしたね。で、続いてパート5は、まあ一応普通にしときますけど、何単語がいくつか出てたって感じです。なんでそれらの単語を知ってれば難しくないけど、知らなかったら難しいと感じたでしょうね。いわゆるなんかむずい文法とかはなかったです。文法や語法で難しいものはなかったんですけど、まあトイックでは何度か出てきたことある単語なんだけど、それ知らないと解けないっていうやつ。一問ね、ああこれは引っ掛けややこしいなって思って、間違っちゃう人出てくるんじゃないのって思ったらさ、思いっきりさ、その何問か後出てたよね。おい、ここに答え乗っけとくんかいみたいに思って、今回のパート5の答えいっぱいありましたよ、いろんなところに本当に散りばめられてた。パート6、まあこれは普通かな。優しく感じた人もいると思うし、まあ、文挿入ですね。文挿入が僕は簡単に感じたんですけど、ただやっぱ場面が分かんない人は難しいと思った人もいるだろうなと思いましたね。まあこういうメールとか見慣れてるから、はいはいって感じだったけど、それを見たことがない人は引っ掛けの選択肢を選んでますね。続いてパート7、7がややなんかな。やっぱり結構むずかったと思いますね。時間かかった、まあ眠かったりね、お腹ずっと押さえながら受けてるっていうのもあったんですけど、やっぱ何度も読んじゃったかな。あ、ただ大学だったんで時計置いてあったんで、まあ15分ぐらい余りましたかね。だからまあ余裕持ってやりました。なんか急いだりとかはなかったんで、まあややこしい引っ掛け、厄介なものもあったね。あれさ、言い換え問題とかさ、同じ本文中に答えいてさ、もうなんだよって思って、もうちょっと頑張って引っ掛けろよとか思ったけどね。で、今回は、まあ、全部一応一つに絞れたね。なんだこの、これ、二つ、正解になっちゃうじゃんって思ったら、あ、違うとこにヒントがあって、これが答えか一個かっていうのとかは、ちょっと珍しいなと思いましたね。もう、また出題ミスかって思ったもんね。二つあるじゃんって思った。いやー結構ね、時制とかも意外とちゃんと注目して読まないといけないな。選択肢の時制ですね。時制が引っ掛けに使われてるっていうのもあったんで、なるほどねって思った。あ、そういえばパート5と6で今回は受動体が多かったですね。はい。タイの問題がこんなに多いのは初めてタイ。はい。そんな感じですかね。まあ、まあ感覚としてはまあ優しい、全体としては優しめかなと思いましたね。まあ15分余って全問解き直しとか全問チェックできたんで、なんか久しぶりでしたね。100問全部みたいなの。大体わかんないのがあって、それを見直すのにめちゃめちゃ時間かかるっていうんですけど、特にわかんないものがなかったので、と言ってね、正解全部できてるとは限らないのがね、毎回のトイックなんでね、ほんと、わからないもんですよね。はい、ということで、また6時からは反省会ライブやりますので、そちらもご覧ください。はい、そしてメンバーシップレベル2ではトイック授業やっておりますので、そちらも見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。